はい、ハノイリビングの田口です。今ね、私がいますのはダオタン通り、ダオタン通りですね。はい、この辺はもう日本人の方々がたくさん住んでいるアパートがぎしーっとこう立ってるところで、はい、でこのね、ここね、富士屋さんね、英子ママさんが頑張っている富士屋さん、はい、この建物の一番最上階でクラブをねやってらっしゃいますよね。で1階は最近は、タンタンラーメンっていうラーメン屋さんも作られて、こう美味しいですよね。ぜひ皆さん食べに来ていただきたいんですけど、はい、このね、この前にこのできた今ほんと新築で 1,2,3,4,5,6,7 階建てかな、この、総合ビル、商業ビルなんですよこれ。はい、最初ね何かなと思った方いると思うんですけど、これマンション、アパートじゃないんですよ。大体こういうのはアパートなんですけどね、違うんです、アパートじゃないんです。これは店舗を、各フロアごとに50平米ぐらい、ワンフロア50平米で、で、50平米単位でね、ワンフロアで、なんか店をやりませんかと、はい、店をやる方のための商業ビルなんですよ。これね、ハノイでこんなのは見たことないですよね。ちょっとね、どんな感じかね、中見ていただきましょう。これ1階部分があって、1階入り口がこうあって、でまあ50平米なんでこんな風な感じ、はい、で1階の入り口、このビルの入り口はここ、はい、で今ねこの間仕切りをこれから作るところ、このここのラインですね、このラインずっとこう間仕切りをして、でこの奥にぐるーっとこう線、壁を作って、ここがエレベーターの入り口です。エレベーター入り口、はい、で上までエレベーターで降りる、各フロアエレベーターが止まります。はい、でね、すごいのはね、これエアコンもついてますよ。三菱電機のいいエアコンがついてて、で今見ての通り、今むき出しですけどね、スプリンクラーなんかもついてて、これ消防法大事ですよね。店舗をやるにはまず消防法の許可を取んなきゃいけない、はい、最近はね消防法の許可が難しくてね、テナントに全部任せて、はい、あとはやってくれというようなこのビルオーナーが多いんですけど、ここは違います、はい、全部ビル側でやります、はい、なぜならばビルのオーナーさん、ビルのオーナー、ビルの管理会社は日系です。日系の中村さんという方がやってます。だから完璧ですね、きちっとやってくれます。今ねちょっとこの分電盤の今手入れをやってらっしゃってね、ここはまあビルの分電盤なんですけど、この奥がねお手洗いなんですよ。でお手洗いも TOTO のウォシュレットが最初からつけてます。つまりトイレ付きでエアコン付きのビル、はい、あとこの状態までやるんでスケルトンですけど、あとは内装は自分でやってくださいということなんですよね。どうですかね、このワンフロアずつ借りれるんですよ。ちょっとこちら側もねエレベーターの口があるんだけど、ここもエレベーターの扉が開くんですよね。でこちらもエレベーターの扉なんですよ。ちょっと説明するのは難しいんですけども、両方とも出入り口の口があるっていうね、はい、一般的にはこのビルのテナントさんは1階2階3階4階5階6階7階までかな、まではもちろん非常階段もこれあるんですけど、通常このエレベーターで行きます。で1階部分だけはこういうね仕切りがあって、ビルの入り口があって、何遍も言いますけど、ここの辺りで壁でずっとこう1階のテナントのお客様のスペースと、このビルの共用部分であるこう廊下ですよね、エレベーターに向かう、あとは階段、非常階段に向かうこの、非常用の廊下はビル側がちゃんと仕切りをつけてやってくれます。はい、はい、ちょっと上上がりましょうかね。はい、2階上がります。2階と1階が実はちょっと吹き抜けでこうつながってる感じで、あーもうおばちゃんがもう煙がすごいんだけど、ちょっと抑えてほしいんだけど、
これね、ここは吹き抜けなんですよね。実は弊社のお客様が1階とこの2階を両方とも借りました。もう契約されます。1階2階を抑えました。はい、あの牛丼のね、美味しいね、つゆだくの牛丼を作ってくれます。はい、ここの1階2階で営業をされます。はい、楽しみにしてください皆さんね。で3階見ましょうか。はい、こういう感じです。これ50平米のワンフロアで、何べんも言いますがエレベーターがちゃんと止まります。まだ口はね、エレベーター入っても搬入しませんけど、6月の末ぐらいにはもうできるかなって言ってます。はい、このフロア、このフロアです。でここは角地に立ってるの分かりますかね。ダオタン通りですけど、このね角地、こことそちら側も角なんですよ。分かりますかね。角に立ってるから明るいですよね。ほらこの角ね、はい、角に立ってる、商業ビルなんですよ。アパートじゃありませんよ。はい、これでもう下もこんな感じ、スケルトンですけどね、こんな感じで引き渡し、あとはあのエレベーターを入れますと。であの三菱電機のエアコンがもうつけてくれてます。あります。それと、あ、これ鍵閉めたかな、閉めたか。この奥がお手洗いです。さっきも1回ありましたね。はい、ウォシュレットの入っているお手洗いが、はい、店舗用のお手洗いとしてあります。エアコンもあります。消防法の手続き全部ビル側でやってくれます。あとは内装を整えて何屋さんをしますかっていうことです。ちょっと L 字型でこう奥もあるんですけどね。はい、何屋さんをしますかっていうことです。何屋さんやっても結構です。飲食 OK、 氷も OK、 バーラウンジも OK、 カラオケはダメだと思いますよ。カラオケはちょっとグレーなんで、あんまりちょっとこうね、公安さんと、バチバチになっちゃうんで、ちょっとそれは避けていただきたいんですが、でもバーラウンジであれば全然ね、はい、あの夜のお仕事バーラウンジ全然 OK で、はい、弊社の1階契約、1階2階を契約していただくお客様も夜の11時までやります、うん、だからまあそれの時間帯までずっと動いている商業ビル、はい、あとね美容室とかね、はい、こんだけのスペースがあったら、はい、美容室行けるんじゃないですかね。50平米でね、家賃がねそんな高くないんですよ。このワンフロアだけエアコンもついて、トイレもあって、ウォシュレットもついてくれてて、綺麗に整ってる。あとは壁も全部綺麗にしてあって、あと床と、ね、あとこのレイアウトだけですよね、はい、天井もほぼほぼ、まあ、蓋をしてパネルを貼って蓋をするのもいいし、まあ、どういうふうな仕上げをするかは内装業者さんと話をしていただければいいかなと。あと、ビル側ではこのエレベーターをちゃんと入れて最後にね、はい、ちゃんと稼働するようにいたしますと。なんで大丈夫、はい、非常口とのこの非常階段との間の仕切りの扉はお客様側でつけていただいた方がいいですよね、はい、ぐらいですかね、はい、この50平米だけでいいと。要はもう1棟丸々借りなくていいわけですよ。4階5階建てのね、借りなくていいわけです、はい、そうするともう1階2階だけ店舗で3階4階5階が空いてしまいますよね。だからもう倉庫にするとか、まあまあ従業員の方 の、 あの家アパートとして使うとかいうふうに使っていかなきゃしょうがないんですけど、もうそんないらないと、うん、あの店舗の面積だけでいいんですっていう場合はここだけだったら安く貸すことができます。安いんです。1000ドルちょっとです。安いです。1000ドルちょっと、って皆さん思います。こんなのがあるんかと。はい、大体もうワンフロアだけっていうと大体アパートの1階とかね、はい、1階のエントランスを潰して店にするから何やってもいいよとか時々ありますけど、ワンフロアだけっていうのがないんですよ。大体1棟なんかこうひょろひょろと立ってる4階5階建ての家を1棟丸ごと借りなきゃいけない、やるのは1階2階だけっていうね、そういうのをぶち破るこの日本の方の店舗物件なんですよ。これどうですかね。もうここ3階も空いてます。4階も5階もまだ空いてます。はい、これまだ工事中なんでまだね完全に埋まってないんですけど、はい、もうねあと一緒ですよ。あとは一緒です。
はい、こんな感じ、全部レイアウトは一緒。はい、あ、ここ開いたらいいんだけどな、ちょっと開かないかな、開かないか。はい、こんな感じ、上に行けば行くほど、まあ、ちょっと目線がふわーっと上に上がりますけど、まあ、周りの建物がこんな風に、まあ、立て込んでるところだから、1階2階上に上がったところでそんなにまあね、見栄えは変わらないからあんまり関係ないかなと。はい、ただエレベーターでちゃんと1階から上がっていただくようになるので、うん、だから別に階段だったらね上はしんどいんですけど、エレベーターがありますから、はい、何階でも別にいいかなと。はい、もう林南通りがすぐそこですよ。林南から歩いてダオタンですから、もう歩いてそんな1分2分もかからないような場所にこれがあるんですよ。はい、だからあそこに例えば牛丼屋さんがある、例えば美容室がある、例えばバーラウンジがある、はい、複合、複合、まあ、商業ビルですから、いろんなね、業種業態のお店が入ってくると思うんですよね。で、契約するときもあんまり同じ業種が重なるとちょっとねどうかなと思うんで、まあ、だからいろんな散らばる 形で契約を取っていかれると思うんですよね。バーラウンジばっかりあるとね、ちょっとそれもどうかなと思うんで、そうするとまあなんか相乗効果じゃないけど、はい、バーラウンジ行く前に、あ、牛丼屋さんで牛丼食べて上に上がろうかバーラウンジにとかね、そういう流れにもなってくるかなと。あとね、なんかね、本当に美味しい飲食、例えばうなぎの専門店とかね、例えばですよ、そういうものをここで、はい、この50平米の敷地で結構ね渋くやるとかね、はい、そういうこと。内装費もね、そんなこういう大きなね、電気系はもう全部できてるので、そんなにかからないと思うんですよね。どうですかね、この角に立ってて明るい、はい、2方向がもう窓でカーッと開いてて風通しも良くて、はい、明るいこの店舗ですね。はい、ここでこの50平米のまとまった、まあ、ワンフロアの面積で、さて何をしますかっていうことです。はい、もう3階と4階2フロアを借りるでも OK ですよ。全部ワンフロアしか契約できませんじゃありません。弊社の牛丼屋さんは1階と2階を借りました。はい、全部残り全部も借りてやるとかっていうのでも全然 OK です。はい、お一人方ワンフロアのみとかそういう限定はありません。はい、ただこのワンフロアで、ね、まあまあまとまってるんでね、ここで完結する何かっていうのを一つやる、うん、っていうのでも OK。 まあ、バーラウンジだったらね、50平米あるんで、まあ、こうカウンターをバーッと入れて、はい、で、まあ、ボックスを置いても全然いけるような広さですよね。はい、こういうのがあります。はい、どうでしょうかね。ちょっとね、ハノイにはこんなの今までなかったです。本当になかったですよね。もう本当初めてじゃないですかね、商業レジャービルっていうか商業レジャービル、はい、全部同じように作ってます。全部同じ、はい、こんな感じです。はい、一緒ですよ、面積は全部50平米ぐらい。はい、これをどうするか、エレベーターがあるんで、エレベーター1階2階ってね分かれて移動することもできるし、あ、エモい、はい、ないか、開くかな、開かないか、あ、はい、まあまあちょっと今担当の方にね、だからここの非常階段で1階と2階をこう行き来するっていうね、上下を行き来するっていうことで、やっぱ4階と5階をまとめて借りるとかでも OK です。はい、どうでしょうね。うん、まあ、電源なんかもね結構細かく、はい、たくさんこう下にこう作ってますよね、切ってますんで、はい、どこに厨房を持ってくるかとか、うん、その辺はちょっと相談をして、ここに電源1個足してほしいなんであれば、まあ、内装業者さんに相談してね、ちょっと増やしていただくとか、はい、いうこともできますし、 Wi-Fi の口ももうつけてありますよね。これなんか Wi-Fi かな、これは何の口かな、インターネットの口も多分あると思うんで、まあ、インターネットの場合はでも口はありますけど、プロバイダーさんとはここを借りるお客様が契約、はい、ビッテルさんと契約するとか、はい、やっていただかなきゃいけないですよね。はい、まあ、経費がなるべくかからないである程度仕上げてくれている店舗、
商業ビル、ワンフロア50平米ごとに刻んで何フロアを借りても結構ですと。で、消防法絡みの手続きはビル側がやってくれます。テナント側がやんなきゃいけないとかそんなんじゃないです。はい、いかがでしょうかね。はい、林南から歩いてすぐですね、ダオタン通り、うん、にありますね、この商業ビル。日本企業さんが運営管理をしてるんで、話が早い、非常に分かりやすい、はい、いう会社がやってるところですね。はい、消防法に関してもね、しっかりとこう考えてこういうものをつけてるので、まあまあ日本の企業がやってるんで大丈夫だと思います。はい、ご希望ある方はね、ハノイリビングまでお問い合わせをしてください。おーっとおっと、鍵を開けてくれるか。はい、お手洗いがどうなってるか、うん、ダメかダメか、あ、 OK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 、 はい、まあちょっと鍵が合わなかったみたいで、はい、じゃあこういう店舗ですね。はい、いかがでしょうか。